パワーはないが、このフンガミユーヤのハイウェイスター追跡は決してやめないぜ。俺に向かって助けてくれと叫べば、命だけは取らないでやろう。俺どうなってんだ。匂いまで同じじゃねえかよ。なんだなんだ、これも嫌い吉影の親父たちの仕業ってことかよ。なんだよ、やっぱり俺ってよ、かっこよくて美しいよな。安心していいぜ、てめえの分まで俺が取り巻きの女たちに構ってもらうからよ。なんだこの匂い、人じゃねえぜ。ふん、小賢しい。つうかよ、養分ってよ、人間じゃねえやつから吸って大丈夫なのか。相変わらずすばしっこいやつだな。ちょっと目を離すとすぐ抜け目のない行動をとっている。ラミジンに吹き飛ばしてやる。ジョースケのダチ奥安だったからな。似てやがるな、あいつのスタンド能力とよ。姿を消しても意味ねえぜ。ハイウェイスターはてめえの匂いを覚えたからよ。あなたの期待は満たされるでしょう。俺って悪党かな。それ俺に聞くのかよ。直してもらった直後によ、ぶっ飛ばされてんだぜ。もともと最初に事故ったのは俺の自業自得だし、おめえには恨みはねえよ。プレッシャーを跳ね返す男、東方ジョースケと呼んでくれっす。安心したぜ、パワーもスピードもスタープラチナの方が上だ。なめやがって、ハイウェイスター、全力で行くぜ。戦うのは好きじゃねえけど、俺だってやるときはやるぜ。やれやれだぞ。よく考えたらよ、おめえがいなかったらよ、ジョースケは俺にたどり着けなかったってことだよな。やってやるぞ。てめえとはよ、うまくやれる気がするぜ。神にされた同志だしよ。すごいぞ僕のアクトスイー。楽しそうだな。おめえ確かジョースケのダチだよな。俺を面倒なことに巻き込むなよ。俺もよ、キラヨシカゲと無関係じゃねえしな。探すくらいならよ、手伝ってやってもいいぜ。俺はバカだからよ、心の中に思ったことだけをする。すげえ不機嫌な匂いがプンプンするぜ。こんなやつを漫画に描いても読者に好かれるはずがない。トンネルでのことは悪かったぜ、怪我直したくて俺も必死だったからよ。リアリティこそが作品に命を吹き込むエネルギーであり、リアリティこそがエンターテイメントなのさ。私コイチ君に会いに行かなきゃならないのに。おめえよ、もしかしてよ、コイチの彼女？おめえよ、俺の取り巻きじゃなくてよかったぜ。強い証拠見たいか？ここで逃げるのはかっこ悪いことだぜ。受けて立ってやるよ。てめえもキラの親父にやられたのか。つかよ、この町には何人スタンド使いがいるんだ。ほらって、
と思う？美しく揃っているのは気分のいいものだな。美しいってのはよ、この俺、本神優也のことだぜ。やっつけることはキラの親父と同じみてえだな。なんか事情がありそうだな。不正面な性格でね、この順番に必ずやると言ったらやる。これが予告だ。同じスタンド使いでもよ、おめえはジョウスケたちとは違うな。おめえには協力しねえぜ。時間がないからよ、さっさと決めてやるよ。時間ねえんだよな。それじゃあよ、さっさと養分奪ってやるぜ。表現できたぜ、俺のハートを。究極の怒りを表現できたぜ。万来の拍手を送れ、世の中のボケども。君一人か。やばすぎんだろ、キラ吉影の親父じゃなくて本人が出てくるとはよ。僕が君を一人ぼっちにさせたことがあるか。ん？てめえをぶっ飛ばせばよ、もう面倒なことに巻き込まれねえぜ。匂いでわかるぜ、てめえキラ吉影だろ。君も吹っ飛ばす。顔変えたところでよ、俺の嗅覚とハイウェイスターからは逃げられねえぜ。ドゥービーウェンヤツらに勝ったぞ。これで私は自由になれる。拳銃か、引き金引くより先によ、ハイウェイスターで仕留めてやるぜ。オーケー、それでいい。そこの位置がいい。なんつうかよ、おめえ、カタギの匂いがしねえんだよ。関わったらやべえやつだった。実力から言って次の幹部は俺かな。おい、お前の入れたお茶から嫌な匂いがするぜ。ち、気づきやがったか、鼻のいい野郎だ。追跡はよ、ハイウェイスターも得意なんだぜ。戦い疲れたろ、お茶でも飲んで一息入れようや。綺麗なお姉さんだと思ったのによ。てめえ、すげえ危ねえ匂いしてんじゃねえか。やるって言うのなら受けて立つよ。刑務所にいたのかよ。そういう匂いはしねえんだけどよ、人は見かけによらずだぜ。強くなってやる。俺はもう聞きたくないふざけたセリフは聞かないことにした。東方丈介、おめえがか。ふざけてんのはよ、てめえの方だぜ。人違いってのは分かったぞ。けどよ、おめえが探してるのもキラ吉影なんだよな。俺は誰なんだ。